最初はグー、じゃんけんぽい。ほとんどの中学校はオムジャブラック、ワナダウラワナダちゃんと組め、ほうほうほう、なるほど、なるほどね、なるほど、サランラップじゃあでもドロー、なるほど、サランラップとかわかんない、わかんないよ、古い世代じゃなくて。じゃあゲージが増えた、なるほど、おバイバイするやつか。ゲージ1、踊る、踊ったことによってワンドロー。2点からだ。受ける。理性の動き。理想の1ターン目じゃない。エンド。まあ、俺もさっきもこういう感じだったからな。うん、チャージアンド、ドロー。さあ、ただ、引けてない。ライフ1洗います。ライフ1。あ、来たな。メーカー。もうライフ1つったらもう。あ、そっか、罠がそっち。俺の嫌いの罠じゃないか。イエーイ。今気づいた。あ、でも、必殺モンスターで全部戻されるんだろうな。戻せることはできるから。ゲージ1洗い。なるほど、なるほど。ロリモード。出た。あれさえ引けば結構チャンスあるな。あ、ロリモード来た、怖え。それ本当やだ。本当やだ、それ。もうそれ1点ダメージは痛いからな。じゃあ罠使います。ダメージ1受けて。はい。バンドルで、危険な動画戦。危険な動画戦。確か2枚。そっか。これなんでこれをこうやったんだよ。罠でやられちゃったみたいな。さあ、どれを選ぶ。これ、シャルサーナ。見せろや。シャルサーナ、早く。シャルサーナ。動画的にこっちに見せて。はい、こっちね、これ、はい。シャルサーナを当てればいいんだっけ、俺は。そう。はい。間違った。ってことはゲージ送り。ゲージか。あ、よかったよかった。ハンドル増えるよりかマシだ。よかった。アタックフェイス。はい。貫通とかないっすよね。ないよ。アタック。ああ、じゃあこっちは踊る。ああ、あれ、俺の先方じゃない。オッケーオッケー。大変だ。俺の先方じゃない。先方じゃない。なぜならいるから。ドロー。そういえばさっきね、俺これ踊るじゃん、相撲台狙ったら戻されたから、マジカルグッパイ。どんまい。こうかな。お。チャージアンドドロー。メンジルストーリー、ゴール、加速、ゲージ1、おう、踊るぜ、ワンドロー。じゃあゲージ1やらい、レフ1やらいます。破壊、これ能力は、で、ワンだからダメージ1、うん、でもこれ能力発動する、ワンドロー発動する、1ダメージね、ワンドローはしました。さあどうする。ただやばいです。この反動はやばいです。そんなに、なるほど。じゃあこれ使おうかな。ゲージ1払って、デビルアドバンテージ、ドロップゾーンの同じ名前の72柱を2枚ってことに加えます。破壊した意味なかった。まあね、でもゲージが減ってる。踊るぜ、集まろう。ヘロヘロ、ゲージヘロ。ライフ1払って、バーニングフィスト。はい、ただ引かないな。あー、イエーイ。ここ倒した方がいいっていう説だったよね。ジュキシ、もうさっき罠使ってるよね。ジュキシ、じゃあ、先手足りない。1点、1点入った。受けるー。エンド、ロリモートがドロー、チャージアンドドロー。さあ、ロンリモート落とし続けると、ゲージにモンスターで自利品になって負けるという。冒険者はいるから、アイテム破壊。やめてー。ちょっとロンリモートいないよ。いや、持ってくるよ、普通に、うん、持ってきてから罠打った方が良かったんじゃないですか。プレミじゃないですか。まあ出た、いつものパターン。出た先を考えない。出た。ただ置き換えコールしかできないですね。しかもゲージがない。 あるゲージ1だもん、うん、でもそれだと、置き換えだと、まあ消耗するやつ、せっかく出したまあね、どんどんモンスターがいなくなって、どうしようかな。こっちが勝つという流れが、アタックプレイス、はい、ドハ。どうする？まあいいかな。はい。2点。もらわないとゲージが足りない気がするから、もらいます。エンド。ドロン。ああ、弱いよ。弱い。やったー。じゃあ、じゃあ、どう？これライフ4だよ。お。ただ。引かない系か。コール。で、破壊。やだ。激動が普通に。これ全部。登場
効果じゃないかダメだ。くそがじゃあゲージ1踊るぜ。寝かせる。じゃあ効果でワンドロしょうがねえ。しょうがねえなこれ。って考える。ハンドは減ってる。2枚。2枚やってる。モンスター破壊すれば勝てるチャンスがある。マジカグッパイ戻します。はい。ああ、また紹介される。ああ。ワンドロー。弱い。イエーイ。でもモンスターを落とした方がいいな。アタックフェーズここ。これ取ってエンド。いい。ここ開けて。あれ。あ、そっか。さっき手ブランクやってたから。あー忘れてる。これレル間違ってるな。はい、このリモートまた出てきちゃった。はい、危険の高さ。はい、まあ出た。1点受けた。いやんか。いや、じゃあワンドローできるんだ。そっちな。そうだよ、ワンドロー。じゃあイアンをお高いゲージ1。あ、手札。クソがイエーイ。やばいな、死ぬな。どうしよう。じゃあライフが6以下なんで破壊して2ゲージプラス。なるほど。じゃあ破壊されるとき戻戻します。はい、でも相手俺だったら多分ローニングモード戻すから。アタックフェイズ、まず1点。いや、これソウルガードあるもんね。あるよ。1点受けるよ。1点受けるよ。2点。ダラッダラッダエンド。ゲージ内が終わってる。イエーイ。じゃあもうルシファーも出せないな。こいつを真っ先に埋めるんだけど。まあルシファーも出せないで僕は勝っちゃうんだよ。でこれでもこれも使えないからな。現状ダーリアンドドロー。ありがとう。ルシファーも出せないで僕は勝っちゃうんだよ。長官落ちてる。よし、デカンやめてー。ワンドロー。お、うん、いやこれ上手くないだろう。上官引けるかな。でゲージ1ナイスワン。お、そっちのナイスワンなんだ。1枚2枚引かない。弱い。弱いよ。これ。じゃあ横。ワンを使います。はい。1ダメージ。バンドル。これ多分。あ、分かった。ゲージが足りないか。やったー。来たよ。来たよ。やっぱり2カクとデスが来ないと。これ来たよ。始まらないか。ダメだね。チャージ。つまりこの枠はもう二角魔王だね。アタック。はい。2点。二角魔王速攻かな。1点。生きた。生きたよ。エンド。奇跡的に生きたドロー。やべやべ。でも罠一発使ったら勝ちだよそれ。そうだよ。そうだよ。上がってるよ。うん。チャージ&ドロー。でもな、あそこに一緒かしら。かけるしかないかな。かけるかこれを立てるかだよね。でもかけるよね。うん、上官引くかもしれないから。あ、こっち、これか、これか、ルシファー引かない。え、終わった、エンド。はい、上官。あれ、これマジックでさ、マジックマジックでゲージ増やすカードあったら教えてください、視聴者の方。全然ダメです。ライフもゲージもないという、これは目的めっちゃ最悪な状態です。いけ、グッバイマドル、クソが。はい、それを持ってんだ。うん、1点。はい、しました。やった。ありがとうございました。あ、持ってたんだこれ。持ってたけどゲージなかった。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと